アルテムクニャゼフは、ウズベキスタンタシュケント出身の、男性フィギュアスケート選手。2006年トリノオリンピックペアウズベキスタン代表。パートナーは、マリナ・アガニナなど、タシュケントに生まれ、5歳の頃にスケートを始めた。ジュニア時代の初期には、イリーナ・ガルキナとペアを組み、 1996から1997年シーズンと1997から1998年シーズンの世界ジュニア選手権に2度出場するも最高位は15位であった。1998から1999年シーズンからはイリーナ・シャバノワとペアを結成し、1999年4大陸選手権、2000年4大陸選手権及び、 世界ジュニア選手権にも出場するが、1999から2000年シーズン終了後に解散し、直後にマリナーガニナとペアを結成した。2000から2001年シーズン、世界ジュニア選手権に出場し16位となり、シニアクラスの2001年4大陸選手権にも出場し11位となった。2002から2003年シーズン、ゴールデンスピン及び、 アジア大会で3位表彰台。翌2003から2004年シーズンより ISU グランプリシリーズに参戦を果たした。2005から2006年シーズン、オリンピック初出場となったトリノオリンピックではショートプログラムとフリースケーティングで伸び悩み16位に終わった。2007年世界選手権後、引退。現在はフィギュアスケートコーチ兼振付師に転身した。 ありがとうございます。